マスタートです。マスタートの聖書メッセージの時間となりました。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。皆さんは、どんな苦しみ、どんな喜び、どんな待ち望んでいますか。今日は、聖書の新約聖書のペテロの手紙第1からの4章からの御言葉の時となります。ではお祈りいたします。天の父なる神様、あなたを皆を賛美いたします。今日の聖書メッセージの始めから終わりまで導いてください。どうかこの者の思いと口を整えてください。栄光と誉れを主に帰して、どうかこの者が御言葉を曲げることなく、また歪めることなく、正しく理解し、分かりやすく丁寧に語ることができますように、力と知恵を与えてください。感謝して、この祈り、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。私たちは現在またいろいろと厳しい状況ですね。コロナ禍あって、また世界情勢いろいろと混沌としてますけど、今日はこの、ペテロも大変な苦しみ、一冊によると最後は殉教して、十字架の逆逆さまで十字架に、かかったと言い伝えられています。このペテロ、イエス様を知らないと言って3回も誓って、いた弱さを持つペテロ、またいろいろと失敗の多いペテロですけど、この晩年においては力強く証し、した私の大先輩ですね。はい。今日はこの、ペテロの手紙のペテロの手紙の第一の、4章の、13節の部分を注目する点として見ました。13節、むしろキリストの苦しみに預かるのですから喜んでいなさい。それはキリストの栄光が現れる時にも喜び踊るものとなるためです。感謝いたします。この節から賛美が一曲あります。ご紹介いたします。賛美後からお下げしますけど、639番ですね。639番の賛美がこの節から、できています。639番ですね。はい。639番、題は天国ですね。悩み大きいよ。この第一ペテロ4章の13節、彼の栄光の現れの時にも喜び楽しまんなり。感謝いたします。今日はこの、13節、注目してみました。むしろキリストの苦しみに預かるのですから喜んでいなさい。それはキリストの栄光が現れる時にも喜び踊るものとなるためです。では、早速、少し喉を、なかなか、はい、喉が乾きますけど、では本題ですね。ペテロの手紙の第一の4章を拝読いたします。このように、キリストは肉体において苦しみを受けられたですから、あなた方も同じ心構えで、自分自身を物騒しなさい。肉体において苦しみを受けた人は罪との関わりを断ちました。こうしてあなた方は地上の残された時を、もはや人間の欲望のためではなく、神の御心のために過ごすようになるのです。あなた方は友人たちがしたいと思っていることを行い、公職、情欲、水所、遊興、宴会騒ぎ、隠蔽、偶像礼拝などにふけたものですが、それは過ぎ去った時でもう十分です。彼らはあなた方が自分たちと一緒にどう過ごした法度に走らないので不思議に思い、また悪行を言います。彼らは生きている人々をも死んだ人々をもすぐに裁こうとしている方に対し申し開きをしなければなりません。遠いのは死んだ人々にも福音が述べ伝えられていたのですか。それはその人々が
肉体においては人間として裁きを受けるが、霊においては神によって生きるためでした。万物の終わりが近づきました。ですから祈りのために心を整え身を慎みなさい。何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を負うからです。つぶやかないで互いに親切にもてなし合いなさい。それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を用いて互いに使い合いなさい。語る人があれば神の言葉にふさわしく語り、奉仕する人があれば神が豊かに備えてくださる力によってそれにふさわしく奉仕しなさい。それはすべてのことにおいてイエス・キリストを通して神が崇められるためです。栄光と支配がいよいよ限りなくキリストにありますように。アーメン。愛する者たち、あなた方を試みるためにあなた方の間に燃え盛る火の試練を何か思いがけないことが起こったかのように驚き愛しむことなく、むしろキリストの苦しみに預かるのですから喜んでいなさい。それはキリストの栄光が現れる時にも喜び踊るものとなるためです。もしキリストの名のために非難を受けるならあなた方は幸いです。なぜなら栄光の御霊、すなわち神の御霊があなた方の上にとどまってくださるからです。あなた方のうちの誰も人殺し、盗み人、悪を行う者、乱れに他人に干渉する者として苦しみを受けるようなことがあってはなりません。しかしキリスト者として苦しみを受けるなら恥じることはありません。かえってこの名のゆえに神をあがめなさい。なぜなら裁きが神の家から始まる時が来ているからです。裁きがまず私たちから始まるのだとしたら、神の福音に従わない人たちの終わりはどうなることでしょう。義人がかろうじて救われるのだとしたら、神を敬わない者や罪人たちは一体どうなるでしょう。ですから神の御心に従ってなお苦しみに遭っている人々は、善を行うにあたって真実であらゆる創造者に自分の魂をお任せしなさい。感謝いたします。ペテロの手紙の一章の4節でした。節ごとに、解説やその公開をするものでありませんので、一節に注目して、それから応答ですね、この4章ですけど、キリストは、イエス様は私の罪、あなたの罪、全人類の罪のために、十字架でその痛み、手に足に釘を打つける痛みを受けました。感謝いたします。このイエス・キリストは天と地を作られた神様、その罪のために、その一人子をが聖女マリアを通して、この神様自身がこの世に、来られました。感謝いたします。なんという不思議、恵み、幸いでしょう。この福音よき訪れ、イエス様が、神様自身がこのように人間の姿を取ってこられて、すべての罪、痛み、苦しみを負って十字架で罪のない清い血を流して、救いを完了しました。感謝いたします。この痛み、苦しみを受けて、イエス様は墓に葬られて、そして3日目によみがえられました。感謝いたします。なんていう幸いでしょう。そして40日間ケパをはじめ500人の方々に現れて、また天に昇る時にまた来ると約束され、また聖霊をお与えになりました。聖霊は50節にお下りになりました。感謝いたします。この福音、感謝いたします。
イエス様が初音としてよみがえられました。また来ると約束されています。この約束の御言葉ですね、テサロニケをちょっと紹介していきたいと思います。第一テサロニケ人の4章の12節から13節から18節を紹介してみます。眠った人々のことについては、兄弟たち、あなた方に知らないでいて、もらいたくありません。あなた方が他の望みのない人々のように、悲しみに沈むことのないためです。私たちはイエスが死んで復活されたことを信じて、います。それならば、神はまたそのようにイエスに会って眠った人々をイエスと一緒に連れて来られるはずです。私たちは主の御言葉の通りに言いますか、主が再び来られる時まで生き残っている私たちが死んでいる人々に優先するようなことは決してありません。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下って来られます。それからキリストなる死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私がたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私はいつまでも主と共にいることになります。こういうわけですから、この言葉を持って互いに慰め合いなさい。感謝いたします。私の信じるところのこの聖書、神様が天と地を創造されました。感謝いたします。偽りのない、間違いないこの御言葉を神様感謝いたします。この福音、良き訪れ、私の永遠の命が与えられていることを神様感謝いたします。今日は短い、福音、良き訪れです。この厳しいコロナ禍、またいろんな厳しい、世界の情勢です。あちらこちらで戦争やまた内戦という現実の厳しい、世界にあって、私はどう生きるべきか、私の歩む、また自分自身を見ると、なんという不可思議な、私人間、心が映るものです。何を頼りに、何を希望に、何を目当てに生きるべきでしょうか。この御言葉によって生きる幸い、恵みに扱うものです。あなたもこの御言葉、そして最寄りの聖書的な教会に通っていただき、個人的にイエス様を救い主として受け入れる幸い、恵みに扱ってほしいと願うものです。感謝いたします。短い、今日は福音のこの、お話となりましたけど、あなたのために、全人のためにイエス様が十字架で、死んでくださいました。感謝いたします。そして復活されました。もうすぐ4月17日まだありますけど、イースターです。今年の4月17日、生きて、なんていう奇跡、幸いでしょうか。この良き訪れ、福音も、あなたもこの魂に、扱うものとなってほしいと思います。お祈りいたします。天の父の神様、短いメッセージとなりましたけど、この時を感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。では、今日は、ペテロの手紙の第1の4章の13節に目を留めてみました。感謝いたします。ペテロ、最初はイエス様が復活される前は弱々しい信仰でしたけど、イエス様が復活されて、直接ペトロに、私の、
しもべよ、私の羊を飼いなさいと、三度もあなたは私を愛しますかと、三度も言われて、ペテロは、私があなたを愛していること、イエス様を愛していることを知っていますと言われました。このペテロですね、お読みしていきたいと思います。まあ、ヨハネの、まあ、ちょっと、脱線しますけど、このペテロ、このヨハネの出てきますかね、イエス様に、あなたは私を羊牧師なさいと言います、復活されたイエス様に会ったペテロの力強く生きる姿がヨハネの福音書21章の、ではお読みいたします、21節の、ですね、まあ、復活されたあと21章をちょっとお読みいたします、ヨハネの福音書21章。この後イエスはテベリアの湖畔でもう一度ご自分を弟子たちに表された。その表された次第はこうであった。シモン・ペテロ・デトモと呼ばれるトマス、ガリラのカナのナタナエル、ゼベダヤの子たち、他に二人の弟子が一緒にいた。シモン・ペテロが彼に言った。私は寮に行く。彼らは言った。私も一緒に行きましょう。彼らは出かけて小舟に乗り込んだ。しかしその夜は何も取れなかった。夜が明け染めた時、イエスは岸辺に立たれた。けれども弟子たちにはそれがイエスであることがわからなかった。イエスは彼に言われた。子供たちを食べるものがありませんね。彼らは答えた。はい、ありません。イエスは彼らに言われた。船の右側に網を下ろしなさい。そうすれば取れます。そこで、彼らは網を下ろした。するとおびただしい魚のために網を引き上げることはできなかった。そこでイエスの愛されたあの弟子がペテロに言った。主です。するとシモン・ペテロは主であると聞いて裸だったので上着をまとって湖に飛び込んだ。しかし他の弟子たちは魚の満ちたその網を引いて小舟でやってきた。陸地から遠くなく100メートル足らずの距離だったからである。こうして彼らが陸地に上がった時、そこに炭火とその上に乗せた魚とパンがあるのを見た。イエスは彼に言われた。あなた方の今取った魚を行く引きか持ってきなさい。シモン・ペトロは船に上がって網を陸地に引き上げた。それは153匹の大きな魚でいっぱいであった。それほど多かったけれども網は破れなかった。イエスは彼に言われた。さあ来て朝の食事をしなさい。弟子たちは主であることを知っていたので、誰もあなたはどなたですかとあえて尋ねる者はいなかった。イエスは来てパンを取り彼らにお与えになった。また魚も同じようにされた。イエスが死人の中からよみがえってから弟子たちにご自分を表されたのはすでにこれで3度目である。彼らが食事を済ました時、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。イエスは再び彼に言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさい。イエスは三度ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスが三度あなたは私を愛しますかと言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛することを知っておいでになります。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。誠に誠にあなたに告げます。あなたは若かった時には自分で帯を締めて
自分の歩きたいところを歩きました。しかし年を取るとあなたは自分の手を伸ばし、他の人があなたに帯をさせてあなたの行きたくないところに連れて行きます。これはペトロがどのような死に方をして神の栄光を表すかを示して言われたことであった。こうお話になってからペトロに言われた。私に従いなさい。感謝いたします。このペテロ、復活されたイエス様に会って大胆な証をされました。最後にイエス様はペテロがどのような死に方をするかをお告げになりました。冒頭で言われたように殉教しました。伝説によれば逆さまの十字架形と言われています。この喜び、失敗の多いペテロでしたけど大胆な力強い信仰者に変えられました。感謝いたします。では賛美をもってこのメッセージを閉じさせていきたいと思います。まだ喉が潤して、賛美をもってこの私の希望、望み、天国の幸いですね。639番ですね。天国639番、悩み大きい浮世、第一ペテロの手紙の4章の13節になっています。彼の栄光の現れの時にも喜び楽しまなり、When all the lover and the tales are over ですね。すいません、もう一度、喉を潤します。では行きます。聖歌の639番、悩み大きい浮世、3、はい、悩み大きい浮世を去りて余つ我が家に、主をばはいしまつらば、いかに我の幸なる。その時我が身をの誉れやいかならん。主をばはいしまつらば、我が誉れああいかならん。君の愛と恵みに我を清き身となり、御蔵近くはべらばいかに我の幸なる。その時我が身の誉れやいかならん。主をばはいしまつらば、我が誉れああいかならん。友と王に勝りてさらに切に待つなり、主をばはいしまつらばいかに我の幸なる。その時我が身の誉れやいかならん。主をばはいしまつらば、我が誉れあいかならん。感謝いたします。まあ、恥ずかしい賛美となりましたけど、イエス様が、復活されたイエス様がペトロに、私に従いなさいと、言われました。感謝いたします。私も信じたイエス様に御言葉を通して私に従いなさいと言っています。感謝いたします。マスターストの聖書メッセージでした。どうか皆さん、この良き訪れ、福音幸いに預かってイエス様を信じる魂に預かってほしいと願うものです。マスターとした次の聖書メッセージでお会いいたしましょう。皆さんの家に豊かな神様の祝福恵みがありますようにお祈りいたします。マスターとした主予言です。パッションプレズシャロン、バーイ。